ブリ対オーストラリアのコルクは前回スペイン大会でも大活躍していて空手に力を入れている党の熱き勇士である。日本の山本に勝利し準決勝進出を決めたフランスのドビー対イランのアモーザデ。決勝戦フランスのドビー対トルコのイアグ、共に試合運びにはうまいものがある。世界一をかけた戦いだ。Wrong.
のドビーが世界一という栄冠を手にした。フランスが送り出した優勝候補ドビーは体全体で喜びを表した。日本はアジアオリンピックチャンピオン椎名静雄をエントリーした。全出場選手65名。椎名は1回戦、なんと11回大会チャンピオン、イギリスのトーマスとの対戦となった。早くも決勝戦のようなものである。椎名3対1でトーマスを下す。2回戦エジプトのイブラハムを3対1で破り、3回戦ネパールのラビ・シェリッサと対戦。3回戦を4対0で勝ち上がった椎名は4回戦、地元マレーシアのセンナバンと対戦。
準決勝、シーナはスロバキアのスタノビックと対戦。70キロ級決勝戦は実力者が立ち上がってきた。フランスのアンセルロ対日本のシーナ、トリッキーな動きでは他を寄せ付けないシーナ組手が世界を取るか。世界一決戦だ。Thank you.
大会初出場、初優勝の快挙を自らの手で掴み取ったのである。おめでとう椎名。1回戦トーマス戦から激戦をくぐり抜けて世界一の夢を達成した椎名。日本大学卒業後、足の負傷で不運の時代がありながら、ナショナルチーム復活、アジアオリンピック優勝、そして世界一。空手を始めて17年目の嬉しい最高の金メダルとなった。タイトルを持つ男、渡辺純一の登場だ。もちろん世界大会優勝を狙う。2回戦、渡辺はクロアチアのボーバスを6対1で下す。しかしラファイトのボーバスに終了間際、ヤモの後の突きをもらい左頬を負傷。3回戦、渡辺はブラジルのピントと対戦。75キロ級クラスはエントリー63名、しかも各国とも一番層の厚いクラス、どの試合も白熱している。渡辺はブラジルのピントを5対4で下し、スペイン大会3位のスペイレとヘレロと対戦。だがヘレロが負傷したため棄権。準決勝、日本の渡辺とオーストリアのデビギリの対戦だ。デビギリを制しながら試合に負けた。同じく準決勝、ドイツのサリアニス対トルコのアヨーミの対戦。
3位決定戦。渡辺には強敵ばかりがよく当たる。相手はイタリアのタラリコ。ヨーロッパ選手権でも優勝の経験を持つ強者だ。本戦は3対3の引き分け。延長戦先取り勝負となった。75キロ級決勝戦、オーストリアのデビギリ対ドイツのサリアニス、ヨーロッパ勢同士の戦いだ。のデビギリが初の栄冠を手にした。延長戦に入っての速攻が勝負を決めた。おめでとうデビギリ。
日本は天才と言われるほどのテクニックを持つ風間博美を送り出しています。3位決定戦、日本の狭間対ノルウェーのジャンセン。狭間は1回戦フィンランドのレインに3対0で惜敗。しかし敗者復活戦で3位決定戦まで勝ち上がってきた。狭間意地を見せたいところだ。
決勝戦、イギリスのトニー対日本の狭間を破ったフィンランドのレイン。トニーはグラナダでは準優勝、レインは彗星のごとく現れ実力で決勝まで進出している。面白い世界一決定戦となった。レイン初出場、そして初優勝、おめでとう。天性のバネが初戦の狭間戦から決勝のトニー戦まで上から突き込むような全身のバネを使った突きが相手を翻弄した。世界は広い、またビッグなヒロインが誕生した。野球を見てみよう。日本は今一番乗っている竹野内学をエントリーしている。竹野内は1回戦アルゼンチンのトーレスを6対2、2回戦エジプトのエルドンクを6対4で下し3回戦進出。
3回戦セネガルのディアエを5対2で下し、4回戦はスペインのオリバーと対戦。竹の内、顔面を強打され、左まぶたを大きく切り反則勝ち。竹の内、4回戦の負傷をものともせず、準決勝ではスタッカを攻め続け、6対1で勝利、決勝へ進んだのである。男子組手無差別級決勝戦、傷だらけになりながら常に前へ前へ出て決勝進出を果たした竹内とクロアチアのイドリッチの対戦となった。空手世界最強をかけたファイナルゲームだ。素晴らしい攻撃的組み手で世界を制した。空手の神髄を世界のヒノキ舞台で見せてくれたのである。おめでとう竹之内。世界一気持ちは、いや信じられないです。血だらけの優勝ですけれども、はい、一番苦しかった準々決勝の、はい、スペイン戦でやばい、もう自分のガードの甘さというか、もうそこら辺をすごい感じて、
情けない試合したんですけど、まあ、日本はチームの主将清水康政の登場だ。清水は1回戦ブルガリアのグオグイブを2対0、2回戦ドイツのフェンダーを6対2、3回戦クウェートのアルハマッドを6対0で下しての4回戦である。清水はスイスのケーンに6対3で勝利。準決勝はスペインのガルシア。決勝進出。もう一つの準決勝、トルコのセンギズとフランスのレハテの超重量級対決となった。
決勝戦は日本のエース清水康政とフランスの英雄レハテの日仏決戦となった。水を打ったように会場に静寂が走る。清水は全日本を4度も制し、アジアオリンピックチャンピオンでもある。そして今年は負けがない。対するレハテもヨーロッパチャンピオン、ワールドゲームスの覇者。この対戦は清水とレハテのまさに世界決戦となった。
ックチャンピオン国分俊人をエントリーしている。2回戦、国分はベルギーのライトボーンとの対戦だ。ライトボーン5対0で下した国分は3回戦ブラジルのオリベイラを4対2で勝利。4回戦イタリアのベネテロとぶつかった。フランスのシャビューを破ったベネテロは日本の国分を制し準決勝進出。準決勝、波に乗るイタリアのベネテロ、トルコのアーシンと対戦だ。決勝戦、イタリアのベネテロとアンチェル諸島のジョセパ。
イタリアのベネテロが初の栄冠を手にした。トリッキーな動きで世界を制したベネテロ、おめでとう。7月の第5回ウーマンズカップでいきなり世界一のビッグタイトルを手にした馬場真由美を起用したのである。馬場は2回戦ノルウェーの同率戦と対戦。馬場同率戦を6対0で下し、3回戦アメリカのデイと対戦。馬場デイを4対0で突破。4回戦はトルコのゲディック。今大会トルコ勢の足技は台風の目、キレのある蹴りは要注意だ。準決勝に進出した馬場はメキシコのレオンと対戦。